海野とこ駅は、山梨県南駒郡美延町とこ葉にある、東海旅客鉄道美延線の駅である。島式ホーム一面二線と、側線二本とを有する地上駅。島式ホームの両側に接して、普段列車の使用する線路が一本ずつ付設されており、そのさらに外側に側線が一本ずつ敷かれている。線路はほぼ南北に走り駅舎はその東側に設けられている。 乗り場は、駅舎側から一番線、二番線であり、一番線に上り、二番線に下りの列車が発着する。ホームの一のせ方の橋は、緩やかな坂になっており、これを下ったところから、一番線の線路と側線一本を越えて駅舎へ、構内踏切が伸びている。駅舎は2000年に改築され、中に倉庫と小さな待合所がある。駅管理の無駅で、 自動券売機は設置されていないため、当駅で切符を購入することはできない。この駅で特急列車、藤川号の運転停車が行われることが多い。これは、上りの特急と下りの特急の交換をするためである。現在は、美野部町役場株主所となっている旧株町役場への最寄り駅は、株温泉駅ではなく、徳葉川の対岸、南西へおよそ300メートルと、 大変近い位置にある海徳派駅であった。徳派の街並みは、駅から見ると徳派川の対岸に開けており、橋で結ばれている。もともと徳派の集落は、徳派村という独立した村で、1875年に、一の瀬、下部、箱島など徳派も合わせて12の村が合併して、富里村になった。富里は、ただ単に、 富里村の役場は村の中心である床派に置かれたが、1954年、富里村が調整を施行するにあたって、村内の名東株温泉から、株町という町名がついたが、前述のように、株町の中心部が床派にあることに変わりはなかった。株長は、その後1956年、区など、戸籍、 共和の参加村と合併するも、下部長の名前は残った。しかし、2004年に、美野部長、中富町と合併して新設された美野部長の一部となって下部長の名は消滅する。駅のある床派の集落は、床派川に、戸次郎川が合流する地点にあたり古くから開けていた場所であるが、対象になってから駅とは、床派川の対岸を走る県道が開通し、 そして、富士見の鉄道が1927年に、この辺りの線路を開通させて、当駅を設置すると、駅周辺の道路沿いには、商売などを目的として、人家が集まるようになった。今でも、駅の対岸には、県道沿いに、商店街がある。床派の集落には、その他、富里村の名を今に残す、富里という便局がある。駅前に、 国道300号の旧道が伸びており、そこから接続する、現国道300号を東に1 5トルほど曲がりくねった道を登って、中の倉峠をトンネルで越すと、富士五個の一つ、元トス湖に出ることができる。徒歩10分のところに、美信町立下部中学校、美信町立下部小学校があったが、町内の小中学校と廃校によりどちらも廃校になっている。なお、 建物は2019年時点で残っており、ゆるキャンでは登場人物が通学する元巣高校のある場所となっている。2021年4月をもって富士急行バスは廃止。昭和の時代は、貝野床葉駅から古石、貝野床葉駅から和明城経由土地台までの路線と、山梨交通の一式経由の新早川橋までの路線があり、バスが共助手折り返すため、 奏者係が常駐していた。ありがとうございます。